名古屋帯の簡単な畳み方としまい方をやります。まず名古屋帯というのはお腹が普通半分になってますね。でこちらが手前側が輪です。向こう側が離れている方ですね。この手前側を輪にしたまま巻いていきます。なぜかというと体に巻く内側が巻く方向になるからです。長さはだいたい帯の長さですね。はい、パタパタ、もうひたすらパタパタと巻いていきます。これを屏風にする方もいますが、屏風だときつく跡がここに全部に入ります。ですけどこうやって巻いていくと中の方は場合によっては跡がつく場合もありますが、それが芯になっていきますから、お腹に出るところで傷がつくということはありません。そしてこの三角マークですね、必ず名古屋帯は8寸でも9寸でもこの三角に折られたところがあります。ここをこのように整えますと、あれで変なところ行っちゃいました。その時はこの三角が中心に来るように一度中を開いてパタッと回してあげるんですね。そしてこの三角の山が真ん中に来るように整えてください。こうです。それをまたパタッパタッ、最初のお腹のところの生地がありますから、お太鼓に傷がつくことはまずありません。パタッパタッ、そして畳んでおしまいなのですが、長く垂れ先を出す人にとってこれだけだとちょっと不安かな、もしここに傷が入っちゃったら嫌だな、めくれちゃったら嫌だなって思われる時は、もう一度開いてあげて、ここに垂れ先を守るように入れてあげます。そしてこれをかぶせます。これだったら絶対に出るところに傷がつく心配はありませんね。いかがでしょうか。クリアケースです。どこのお宅にもあると思いますが、これに立てるようにしてしまっていきます。このように色分けしたり季節ごと分けしたりすると本当に簡単に選べますし、場所も取りません。